皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで今日はかっちゃんの勝手にランキングコーナーのお時間でございます。今日はですね、トリプル AAAA かっちゃんミニストップの商品もお願いします。チャンネルマナ太郎さん、今度ミニストップの勝手にランキングやってくださいというコメントをいただきましたので、今日はミニストップの勝手にランキングコーナーをしていきたいと思います。第3位、ミニストップソフトクリーム。はい、ということでやっぱね、ミニストップといえば美味しいソフトクリームでございます。なんか今ね、あまおういちごソフトっていうのが期間限定でやっておりました。テイクアウトはちょっとやばいです。チェックアウトが溶けちゃいます。んストロベリッシュ。やっぱミニストップのソフトクリームはこうサークル系とかに比べてクリーミーで美味しいですよね。ほんのりいちごの味がしてて美味しいです。まあでも本当はソフトクリーム1位なんですけど、順序的にまあ3位に食べないといけないっていう感じなだけでございます。第2位、ハムとチーズのパン、カマンベール風味。ソフトな白い生地のパンの中に、ハムとカマンベールチーズが挟まれてます。結構我が家ではね、白いの買ってきて、白いの、白いので通用するくらい、うちの中で人気でございます。うん。このね、白いパンの生地が、ちょっともちもちした感じですごい美味しいです。ね、この中のカマンベールチーズがね、普通のチーズと違って柔らかくて、ちょっとマヨネーズっぽい感じの味になって、それがまた美味しいんですよ。うん。ということで、2位はこのハムとチーズのカマンベール風味パンでした。栄光の第1位は、X フライドポテト。ということで、1位は X フライドポテトなんですけど、なんかね、うち高校の時寮だったんで、近くにミニストップしかなくって、土日練習の日とかミニストップにお昼を買いに行くっていう感じの生活リズムだったんで、もうミニストッパーなんですよ。ミニストッパー。こう、X にすることによって、なんでこんなに美味しいんですかね。ちょっとケチャップにつけましてね。うん。なんか昔は、カリマンだったかな?カリカリに揚げた肉まんみたいな、こんなドーナツみたいなの中に、フカヒレがね、入ったやつとか、クーベーとかね、唐揚げも好きだったし、クーベーもすごい好きだったし、もう今ちょっとないんですけど、なんかミニストップにはね、すごい懐かしい思い出があるんですよ。なんかでも、X フライドポテトは今までずっとね、生き残ってるんですよね。まあそれだけ人気があるんだと思います。ちくわ店。ちくわの中からカレー。ちくわ天も美味しいです。うん。ということで、1位はフライドフーズの X フライドポテトでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は勝手にランキングコーナーミニストップ編でした。ミニストップは結構カウンターフーズが面白い、いろんな種類があって美味しいっていうイメージがあります。まあ、あとはなんかソフトクリームがすごい美味しいんで、これからの時期また暑くなってきたらね、ミニストッパーに皆さんもぜひなって、また美味しいものあったらぜひコメント欄に書いてみてください。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダーバイミニストー。あ、うちの地方ではミニプって言うよ。ルポさん、さすが揚げ物大使。